どうも動画ご視聴いただきありがとうございます。今回は毎回安定して美味しいコーヒーを入れる方法というテーマでお話ししていきます。この動画を見ていただければ、今日はなんか雑味が強くなっちゃったなとか、今日はなんか味が薄いなというようなことがなくなって、毎回毎回しっかりと美味しいコーヒーが入れられるようになります。実際にですね、ドリップをしながら安定して美味しいコーヒーを入れる2つのコツをお伝えしますので、よろしければ最後までご視聴ください。それでは始めていきます。まずはお湯を沸かしていきます。まずコツ一つ目なんですけど、スケールを使ってしっかりと使うコーヒー豆の量とお湯の量を管理するということです。ここを目分量でやってしまうと、どうしても味の濃さがぶれてしまいます。たまたま味がちょうど良くなったり、その時に応じて薄くなったり濃くなったりしてしまいます。美味しいコーヒーを入れる一つの目安として、コーヒー豆の量の16倍のお湯でドリップをすると心地よい濃さのコーヒーになると言われています。ですので、僕の場合はだいたい 15g のコーヒーに対して16倍の 240g のお湯でドリップをしています。これを基準に少しだけお湯の量を増やしてみたり、逆に減らしてみたりして、お好みの濃さを探してみても面白いかもしれません。それで自分の好みの濃さが分かったら、毎回その割合でドリップすれば、味の濃さは安定します。それではまず 15g 豆を測っていきます。今回使う豆はですね、ティム・ウェンデルボーのエチオピアのナチュラルプロセスのコーヒー豆です。15g ぴったりで測ったら豆を挽いていきます。続いてコーヒーフィルターをセットしていきます。フィルターをセットしたら軽く湯通しをします。湯通しをすることでコーヒーフィルターの紙の匂いを取り除けるっていうのと、コーヒー器具を温めてコーヒーが冷めにくくすることができます。お湯を捨てたら先ほど挽いた粉をセットしていきます。平らにならします。ここでコツ2つ目なんですけど、お湯を注ぐ時間と落ちきりまでの時間を管理するっていうことですね。ドリップする時間が短すぎてもコーヒーの成分がしっかり出なくて、味がぼんやりしてしまいますし、逆に長すぎても雑味まで出てしまってイガイガとしたコーヒーになってしまいます。ですので、注ぐ時間までしっかりと管理してあげることで、コーヒーの成分はしっかりと出てるけど雑味は感じない非常にクリーンなコーヒーをドリップすることができます。基本的にですね、2分以内にお湯を注ぎ切って3分以内に落ちきるぐらいのペースでドリップをすれば美味しくなります。今回の場合でいうと 15g のコーヒーを使っているので、それに対して16倍の 240g のお湯を使って2分以内に注ぎ切って3分以内に落ちきりを目指せば美味しくなるというような形です。それでは実際にドリップしていきます。タイマーをスタートさせて、まず 40g ぐらいまで注いで30秒ぐらい蒸らしていきます。コーヒーがダマにならないように軽く振るのがおすすめです。それで30秒経ったら、だいたい 100g までお湯を注いでいきます。これで1分経過するまで少し待ちます。1分経過したら、だいたい 170g まで持っていきます。1分30秒ぐらいで
240g まで持っていきます。これで今2分以内に 240g 注ぎ切ったりというような形です。これで落ちきりまで待っていきます。今落ち切ってだいたい2分35秒ぐらいですね。軽く振って注いでいきます。それではいただきます。非常にクリーンで、本当にエチオピアのナチュラルプロセスらしいベリーっぽさも感じられて、本当に美味しいです。今回お伝えした2つのコツ、意識していただければ必ず安定した美味しいコーヒーを毎回入れられるようになりますので、ぜひ試してみてください。僕が使っているコーヒー器具に関しては概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければ覗いてみてください。僕のチャンネルではこういったコーヒーに関する発信もしていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価の方もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。